はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病、闘病生活の気晴らしに自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、最近ね、ここ2日間ぐらい気ぃついたら2日間ぐらいね、なんと薬を飲み忘れてたんですよ。2日も朝の薬と晩の薬を。なんかね、こう特に忙しかったわけではない、まあちょっとバタバタはしてたんですけども、ちょっと朝から出ていかなあかんかったりとか、夜から出ていかなあかんかったりとかっていうふうなことが、まあ、ありましてですね、それですっかりぽっかり忘れてまして、で、あ、忘れてた、どうしようと思っても、こういうね、薬っていうのは、まあその風邪薬でもそうですけど、病院から出されてる、その僕らみたいな病気した人は飲まなあかん大量のお薬もそうなんですけども、やっぱりね、1日に飲んでいい分量って決まってるんですね。これがまた絶対の、昨日の分忘れてたから今日合わせて飲もうとか、あ、夜飲まなあかんから今のうちに飲んどこうかなっていうのをすると薬ってダメなんですって。理由は詳しくはそこまで僕も調べてないからわかんないんですけども、大体そう言うじゃないですか。で、どの資料を見ても書いてるんですね。それ、さらっとそういうふうに書いてます。必ず1日に飲むべき量は守ってくださいと。そうじゃないとね、そういう1日にこんだけ飲みなさいっていうふうに先生が処方してるから、それでいけてるのにそれを越してしまうとどうなるか分からへんよっていうふうなことは言われたことあります、過去にね。入院中やったかな、いや入院する前か、まあ、なんか言われたことあるんで、それちょっと思い出して、まあ、調べたらやっぱりそうやったという感じでしたね。調べたというか、まあ、その資料があったんですよね。白血病になってもらう資料を見たらそう書いてたんで、まあ2日忘れてしまったけど1日分飲んでっていう風な感じで薬を飲みましたね。これからも気をつけます。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。